こんにちは皆さん、始まりましたトマソンルビー。私底辺 YouTuber のトマソンと申します。そして今回はゲストでこの方が来ております。もう LA と言ったらこの方ですよね。クズです。はい、クズさんです。クズです。来ていただきました。でですね、クズさん、はい、もうそろそろ決めましょうよ。ついに決めちゃいましょう。もう我々で世の中のヒエラルキー変わってしまう。世の中のヒエラルキー変わるっすね、これで。今そんぐらいのことを決めようとしてますから。で、さ、何を決めるかっていうあれなんですけど、もうそろそろジャンプで最強誰か決めましょうよ。決めるか。決めましょう。はい、週刊少年ジャンプ、もう全ての世代がもう当たり前のように読んできたこの漫画だと思うんですけど、週刊少年ジャンプの、全てのキャラクターの中で誰が一番最強かっていうのを。なんすか、それ誰ですか。決めちゃいましょうよ。で、俺はもう一つの答えに行き着いた。あ、マジっすか。行き着いた。俺の中で、その、まあ、その肩にはめてしまえばみたいなところがあって、はい、まあ、悠々白書。はいはい、悠々白書のキャラクターで、カイトリー。カイトリー。カイトリーと言いますと、いわゆる潜水編ですね。はいはいはい、はい。能力者が出てきたところで、タブーという、こう、能力を持っている、そのカイトリー。クラマの、こいつか。クラマ、クラマと同じ高校の、見た同級生なんですけど、はいはいはい、そう、タブーは、やっぱり、その、相手の条件にさえ落とし込めば、暴力がもう通じないっていう。はい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 。能力が発揮できない。なるほどね。殴ろうとすれば、もう、なんかオーラみたいなものも守られると。そう。ただこれ領域は半径10メートルほどで出入りが自由にできるってなってるんですけど、これ10メートルより離れた場合結構弱いんじゃないですか。どうなんですか、その辺。いや、だからそのルールを決めちゃう。確かに、そのルールが、確かにどういうルールで最強決めるかっすね。そうそう。だから、そのしかもルール、タブーのすごいところは能力のその言ったら魂を奪う能力で、はいはいはい、そのルールを破っちゃうと、タブーを発言してしまうと、はいはいはい、能力を発言するから、そこにまずこうどうにかこうにかしてどうにかこうにかするわけですよ。そう、テリトリーにこう攻撃をする。なるほどね。その朝倉未来の企画的な感じのルールで最強決める方がいいかもしれない。その、うん、日常生活にいろんなそのキャラが潜んでてであの最後の一人になるまでこう競わせるみたいなルールの、だ、天下一武道会みたいな、あれ、用意ドンではないっていうところで決めましょうか。そうです。いうと海斗優。海斗優。やっぱ比叡でも魂取られたから、刀も通じる。確かに油断させることができたらかなり強いかも。そう、それいくらまで指摘されてちょっと気まずさ。いやでも海斗優なんじゃないですか。そう、暴力が通じないし能力が出せへんから、そう、容器で炎とか出そうとしても出へんから、はい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 、だからやっぱ気も使えへんなって。はい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 。それなんか例えばすごい、その海斗優にとって強敵となるのって、殺気とかを察して海斗優のその10メートルのその領域に入らず攻撃できるやつですよね。そう、それをされてしまったら割とどんなやつでもそういうことになりますよね。あの普通のスナイパー的な人でも全然いけちゃうから、イカルゴね。イカルゴ、イカルゴやったら全然余裕やし、ただテリトリーに入ってさえしまえばそういうのが多分つかへんから。なるほど、ね、だからそのもちろん普通にしてると全然弱いけど、そう、テリトリーにはめる仕組みをあの有楽章の中でもそういうやり方をして、あ、なるほど、ね、ユウスケもさらわれたし、そう、だから揃い込みでしりとりでクラマには負けて しまったけど、はいはいはい、あ、そう、しりとりっていうか、あの1分間でその、はいはいはい、あ、ユエをどんどん使えなくなるみたいなやつで負けてしまったけど、はいはいはい、そういうルールにしなければ多分自分が作ったルールで負けることがないから。でもそれで言ったら
デスノートの L とかも結構種張るんじゃないですか。だ結構いい勝負になる。いい勝負になるんですよね。その頭脳、結局そこ頭脳戦になってきて、L のその推理力とかで、まずその、カイとユーがどういう人物かってとこまで、まあ、突き止めるじゃないですか。で、こう、なんとなくこいつはこういう風で、こういう風なやり口で相手を仕留めるってとこまで多分 L は行き着くと思うんですよ。まずそのテリトリー行くまでにね。まさかのダークホースで最強になるんじゃないですか。いや多分 L はお菓子とかなくなったと思う。糖分なくなった。糖分なくなった多分。体力とか的には全然 L も多分なみたいと思う。結局そういう物理的な場合に、まあ、ちょっと勝てる可能性が低いと。そうです、体格的に。なんなら喧嘩したら意外といい勝負かもしれないけど。はいはいはい、はい。確かに。波人間同士。波人間同士の完全に今。能力値ですもんね、今その回答優の評価ポイントは。そう、ただもうどうにかして肩にははめ込みたいな。そうですよね。逆にこれすごいですよ、よくそのね、いわゆるルフィとか悟空とかああいうスターキャラを押しのけて今我々の最強キャラクターの議題に上がってるっていう。いや、やっぱテリトリーで入れてしもたら結構最強やなって思って、マジで。それってやっぱりでも五条悟とかにも適用されるんですか。まあ、もちろん入れちゃえば。入れちゃえば。テリトリーに入れちゃえば。入れちゃえば。それはでも確かに、そこまでいってると、まあ確かにもう、書いてるようになるのかな。ルフィにも勝てますね。ルフィは、多分なんか骨付き肉とかちらつかすから、肉って言ったらいけないんで。あ、そっかそっか、ルフィは逆に勝てんですね、それで言ったら。そう、頭回らない。回らないから。そう。何体かちょっと資格を送り込むんで、ちょっと分析してもらっていいですか。オーケー、俺倒していこう。回答優位で、回答優位になって、回答優位みたいにこうやって。あ、え、冒頭のやつもし回答優位でした。あれちょっとくじかず少なかったの、そういうこと。タブーしないようにってことですか。それよう分かった。おお、知ってる。回答優位、それクラマにも言われるんやけど、はいはいはい、そんなにおしゃべりだとはねっていうくだりがあって。そう、すごい。わからんすね。いやいや、饒舌になるのよ、途中で。クラマと最後バトルするときに。はい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 。そう、実はすごい喋るやつだった。なるほどね。あ、じゃあその、今、まさにもう、そう、まさにこういうポーズもあるわ。なるほどね。ブリーチの、アイゼン・ソウスケ。いやいや、勝てるよ、勝てるけど、どう倒そうかなと。はいはいはい。あ、これもよく2ちゃんで上がるんですよ、アイゼンの能力。うん、催眠じゃないけど、現実とそのなんか幻覚の境界線がこう曖昧になってっていうところでどう倒すか。まあちゃんとカイトとか言えるようなフィールドにまず降りてきてもらって。はい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 。カイト自体はさ、別に空も飛べないしさ、はいはいはい、ただ能力があるだけだから。そうですね。うん、だから、まあ、とりあえずまあ、高校まで来てもらって。はいはいはい。アイゼン・ソウスケに高校まで来てもらう。いや、だって、他の人はただの高校生やから。はいはいはい。まあ、そこに来てもらう。そう、全くそれ以外能力ないから。はいはいはい。そう。まあ、とりあえず来てもらって、んで、まあ、それとなく、10メートル以内に近寄って。そっともうデリトリー入れて。うん、そうやな。でも、勝手にルールもこっちに決めて。決めといて。そうですね。だってもう、これで言ったら、その強化水月っていう言葉をタブーにしたら能力使えんすね。そう、そういうことっすよね。そう、まあそれがカイトが知ってるかどうかっていうのはちょっとまあフェアじゃないかもしれないけど、ちょっとだいぶカイトよりのそうだけど、まあなんか技名を言ってはいけないみたいな感じ。はいはい。ああ、なるほどね。まあ頭いいっすもんね。そう、絶対わかるっすもんね。そう、まあなんならテリトリー入ってしまったら暴力使えへんから、もう頭脳戦するしかない。ああ、そういうことか。そう。そうなると、カイト頭いいから。はいはいはい。それはもう、勝てんすよ、アイゼン。そう。え、じゃあさすがに、悟空には勝てんすよ。悟空はもう、余裕。悟空余裕っすか？余裕。だって悟空なんて、だってもう、宇宙、もう、あんなもう、なんか宇宙を超えた戦いをしてきてて、もう惑星一個滅ぼすなんてもう、あっという間の男っすよ。まあ、悟空もさ、別に、むやみやったらさ、こう、危害加えへん。まあ、そうっすね。だから、まあ、
ね、まあ、フライパン山までなんとか連れてってもらうか、はい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 、悟空が来てもらうかして、はい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 、で、会った時に、まあ、テリトリーだけは広げさせてもらって、はい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 、で、その、入ったら、あの、まあ、タブーを例えば、はい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 、あの、ご飯系のものを、はいはいはい、こう、なんか、食うとかして、うん、美味しいものあるんですけど食べますか？食うみたいな。とかなんか、サンキューだみたいな。とか、そういうタブーにして。言うなって。そう。多分、飯系で釣ったら、悟空多分頭ある。勝てんすね。悟空も勝てんってなったら、もう、事実上のジャンプ最強は、カイトユーになるんですかね。そう、やっぱ悟空心理戦じゃないかな、うん。やっぱでも結局そうなるんですよね。結局心理戦に強いやつが、せえね。めっちゃ強いってなるんですよね。意外とブルマとかも強いな。あ、でもそのフィールドでってなると、そう、逆に悟空よりブルマとか、ブルマとかってことね、とか、なんかブリーフ博士、はい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 、モブキャラの方これ確かに序盤に言ってたあのヒエラルキーが変わってくる、変わってくる、そうそう、確かにめちゃめちゃ今ヒエラルキー変わってるっすね、これも。そう、悟空最弱っすね、なんならもう多分ベジータ多分ヒエと、ね、同じ身の前にある、確かに確かに、デビローみたいなそれ、カイトユウも自分が言ったらダメなんですね、魂とかで。で、自分で戻せへんから、いっちゃいリスキーじゃないですか。そう、なんかそれなりのリスクショーでやってるから、なるほど、そう、だからもう、なんだかのこうロジックさえ作ってしまう、はいはい、そんなボンミスはしないんですよ。でもそれで言ったらですよ、ごめんなさい、これもうめちゃめちゃ覆るかもしれないですけど、いちご 100% の西の塚とかもう勝てんじゃないですか、カイトユウ。だって男、絶対女慣れしてないじゃないですか。女慣れしてないから、その、もう一応 100% に出てくるような、あの、いろいろいるじゃないですか、あの、女慣れし。なった時に、対処しきれないと思うんですよ、ね。いや、実は、単行本の最終巻であるんだけど、はい、はい。海藤君の一日っていう話は。やばいですよ、スピンオフあるんですか。スピンオフっていうか、後半のそのちょっと気の抜けた俺とかさ、はいはいはい、世界観ですけど、はいはいはい、ちょっと彼女、え、マジっすか、らしき女性が出てくる、童貞じゃないっすか、カイトの家に来て会話せえへんけどしばらく過ごして、じゃあまたねみたいな、帰ってく女の子とかに、うん、なんかテレビみたいな、あ、じゃあそう、だからこんな感じ、そう、それなりに全くのそのチェリーボーイみたいなキャラではない、なるほど、あ、じゃあ結構女に対しても冷酷にいける感じ、意外といけんじゃないかなっていう、じゃあ勝てんすね、これカイトー君かもしれないですね、せーの、やっぱラオウとかよりも、そうっすね、うん、ラオウよりも、まあラオウもね、テリトリー入れたらもうあんなザゴですからね、でケンシロウも勝てんでしょ、でヌーベイとかも勝てんっていうのは絶対確実に、せーの、鬼の手とか意味ないっすよ、逆にラッキーパンチでヒロシが勝つかもしれない。ヒロシの方が。もしかしたら。もしかしたら、ね。でも今んとこはもう思い浮かばないから、カイトユウが一番強いでいいんですかね。とりあえず今んとこは。ラッキーマンがテリトリーに入ると、ラッキーしか多分起こらへんから、はい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 、急に腹痛でカイトユウがやられるとかっていう可能性は。はい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 、で結構ちょっとラッキーマンとカイトーよりちょっと今せめぎ合ってるんですけど、これ見てる人にもなんかちょっといろんな意見を聞いてみたいんで、ちょっと、そうですね、あ、現状カイトーが一番かもしれない、ちょっと決まりました、あの我々のその見解としましては、ジャンプ最強のキャラクターは幽遊白書のカイトー、カイトーで、タブーのカイトーで、決まり決まり